セコム。セコム株式会社、英称、セコム CO、LTD は、東京都渋谷区神宮前一丁目に本社を構える、警備サービス業国内首位の株式会社で、競技のサービス業として、自家総額国内、トップクラスであり、共に、東証一部に上場している業界2位の、総合警備保証のおよそ7倍、3位のセントラル。 警備保障のおよそ99倍の規模を要する、日本初の総合的警備保障会社である。セコムグループは、日本国内のほか、海外21の国と地域に事業展開している。創業者、飯田良が昭和40年代から推進する業務の機械化は、防犯及び火災放置分野、SP アラーム、現在の DX など、ビル設備の制御、 監視や銀行 ATM コーナーの自動化、家庭用警備、システム、セコムホームセキュリティなど後半であり、特に機械警備が他社との激しい競争に効果的に作用している。契約者の住宅や事業所、店舗等に重付される同社のステッカーは、オークションで転売されるほどに同社を象徴するトレードマークとなっている。未契約物件へのステッカーを、重付は、職法行為、 詳しくはこちらを参照のことに該当する場合もあるが、解約物件で既設地の警備機器撤去時に、セコムの攻めによる剥離がなされず、物理的に剥離不可の場合などは放置されたり、半分剥離など、中途半端な解約物件もある。同社の社名は、機械警備の代名詞として広く浸透しており、警備システムを操作あるいは導入することを、セコムすると表現する場合もあり、 個人や携行品、車やバイク等の安全を確認する、ここセコムも、非認知度が高い。グループ全体では、本業の警備業に限定せずセキュリティ関連分野に、積極的戦略で、自社開発の防犯、防災用品販売、病院経営や医療システム、情報セキュリティ分野全般のコンサルティングや、各種サービス、日本初の民営刑務所、 ミネ社会復帰促進センター経営など扱い業種は後半である。セコムと新興他社のホームセキュリティ契約を比較すると、セコムは拠点 DP の数が日本一だが、警備員一人当たりの受け持つ施設数も800から1500物件と、他社とは群を抜いて日本一である。さらに警備員の担当業務も警報対処のほか 駐車場や ATM 障害対応等時にわたる詳細は後述。従って、異常警報受信時、担当警備員が他の対処等を通している可能性が高い。他の対処等なければ、契約先への緊急対処到着時間は圧倒的に早い場合もあるが、対処中の場合は極端に遅くなる場合もある。都道府県公安委員会規則においては、 概ね警報等の受信より25分以内に警備員が到着できれば良いとなっており、契約上の所要時間は対象物件がどんなに拠点より近くとも25分となる。対して、新興他社は警備員1人当たりの受け持つ物件数は100件から200件程度のところが多いので、異常警報受信時における他対処率は低く、スムーズに現場に急行できる可能性が高い。 したがって、拠点の数が多くとも、緊急対処が早いとは一概には言えない。緊急対処とは、拠点で待機する警備員が異常発生現場へ駆けつけることを指し、セコムの場合、日本国内、約200万件の警備契約対象物件に加え、駐車場、ATM 等の障害、レクサス等車両検索対応等、膨大な障害対応物件数を2830カ所の、 緊急対処要因待機拠点で対応している。KDDI 前進の一つ、第二電電の立ち上げに関与していることから、ここセコムは KDDI 及び沖縄セルラー電話の各 AU のネットワーク、CDMA2001XRTT を使用している。成田国際空港のターミナルセキュリティをはじめとする国内主要企業や施設などに常駐警備員、または 機械警備による警備業務を提供し、コンビニ ATM や銀行 ATM 等においても、運営、管理の一部を担っている。警備、防犯機器等の研究開発等も積極に行われ、天井走行型巡回装置や、貴重品輸送ガードロボット、介護補助ロボット、屋外巡回監視ロボット、貴重品取り扱い点向け防犯塩膜発生装置、 中房ダクト設置型自動消化システム、末置き型強化液消化器、インターネット用電子認証等がある。セコム本社ビルは2000年、平成12年12月に竣工したセコム株式会社の本社ビルである。東京、原宿の明治通り沿いに建設された建物は地上18階、地下2階建てで、 延べ床面積は17,960メートル、建築主は有限会社原宿ビルであった。設計は松田平田設計によるもので、事務所部分は20メートル30メートルの部柱空間となっているほか、東郷神社側は同神社の緑を借景となるような開放性が考慮されているという。セコム本社ビルが建設される以前、この場所には、 東合神社が運営する学生会館、東合女子学生会館であった。1990年から読売ジャイアンツの元プロ野球選手、長島茂雄を起用したテレビ CM をスタート。セコムしてますかのフレーズで一躍有名に。もともとは旧社名時代に現役時代の長島を起用しており、再度改めての出演となった。長島が、 巨人の監督を務めていた時にも CM 出演を続け、1994年から東京ドームに長島の写真を大きく用いたビッグボードパネル広告が掲げられており、長島が巨人の監督を優退した2001年以降も使われている。なおこのビッグボードにホームランボールを当てるとセコムから賞金100万円が贈呈され、土野球公式戦のみ、 2012年までに11人の選手により14本のホームランが当てられている。2004年、長島茂雄が脳高速で倒れたため、2代目 CM キャラクターとしてスマップの木村拓也を起用し、CM 内で長島茂雄と共演した。2007年5月21日から流し始めたテレビ CM に対して視聴者から抗議が相次ぎ、同社は この CM を6月1日から一旦打ち切ることになった。2010年10月からは長島へのインタビュー企画、月間、長島茂雄がスタート。2013年には10年ぶりに長島を起用し、過去の CM からの抜粋と診察映像によって構成された CM が放映されている。他各社。なお、社内で幻想あるいは、 資金管理と呼ばれている部門に関して、一般的には、現金輸送警備の略とされているが、セコムでは、現金誤送の意味とされている、輸送イコール運ぶだけなら誰でもできる、という趣旨とされる。また、警備業において、一般的な業務である交通誘導業務については、特に積極的な事業展開は行っていない。なお、同社は通常、 日本初の警備保障会社とみなされることが多いが、より厳密には1962年、昭和37年3月23日設立の大日系が、より早いという見方も可能である、セコムの前身である、日本系保障の設立は、同年7月なのか。ただし、大日系は近年まで主として、公安地域のみで業務を行ってきたことから、 総合的な警備保障会社としてはセコムを日本書と評価することが一般的とないる。ちなみに、警備業の根拠法である、警備業法は1972年、昭和47年7月5日施行となっている。機械警備部門に配属されている、刑務職社員は BE、BE とエンジニアと呼ばれ、業務内容は多岐にわたる。その内容は、緊急対処、CD、 ATM 障害対象、自社警備システムの保守点検や修理、巡回、コせ込む現場休校、不在時の郵便物の回収や庭木の水やり、一部の都市部の未等々を行っている。機械警備部門、現金輸送警備部門に従事する社員の制服は、山本関西がデザインを手掛けており、制作はユニクロが行っている。韓国映画、ガントークスでは、 ケンジが容疑者の留スを密かに家宅捜索する際にセコムの防犯システムに躊躇。逆にそれを利用して玄関ドアのガラス窓を損壊数秒で現れたセコム社員に身分を明かしまんまと解場させるという滑稽なシーンがある。開始36分頃。なお、韓国内ではサムスングループとの合弁会社 S1 がセコムブランドを使いして事業展開している。 2008年1月4日、横浜市保土ヶ谷区のホテル入京品で火災があり、2名が死亡し1名が重傷を負った。このホテルには2004年からセコムのオンライン火災監視サービスが設置されてい,いが、同社の社員が施行時に配線を間違え、しかも点検を怠っていたためシステムが機能しなかった。報道によれば、同社は火災後不審に思ったホテル側からの問い合わせで初めて、 火災を知ったと。2012年5月26日、京都市中京区の居酒屋が閉店後に窃盗被害に遭った事件で、翌5月27日、かつて警備を担当していた社員が、窃盗容疑などで中京署に逮捕された。社員は、店内の構造や防犯センサーの位置を把握していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。